ただいまから7月定例記者会見を開催させていただきます。NHK さんとテレビ視聴者さん、ちょっともお見えにならない様子ですけどね、ちょっと連絡させてもらいます。最初に本日の欠席者の連絡がございました。石坂新聞の柿田様、中日新聞の佐野さん、静岡朝日テレビの高林さんが所用によって今日は欠席ということで連絡がありましたので報告いたします。それでは、最初に市長からのコメントということでよろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日は私から話題ということで2点、ご報告といいますか、一つは市民意識調査の結果が出ましたので、これについて、それから私 の公約マニフェストの進捗で自己評価をいたしましたので、その2点について私のから、話をさせていただきます。はじめに平成26年度の市民意識調査の結果についてでありますけれども、資料の1をご覧いただけると思うんですが、この調査は満足度とそれから優先度によって、掛川市の進める施策を評価していただくとともに、市民の関心の高いことがそれから市政政策について市民の皆さんの意見を伺うということのために実施しているものであります。すみませんが2ページをご覧いただきたいと思いますけれども、括弧1の掛川市の住みやすさについてでありますけれども、住みやすいと思う市民の割合が 81.3% でありました。この5年間は継続して、22年間からその表にありますように、8割以上の市民の皆さんが住みやすいと、感じて、いただいております。そういう結果が出たと、こういうことです。昨年からそれから括弧2でありますけれども、昨年からこの調査を始めました。浜岡原子力発電所の今後と、こういうことで、廃炉にした方が良い、それから停止した方が良いと、合わせて、この割合が 57.6% で、前年と同様、6割近い市民が、ある意味では否定的な捉え方をしているということであります。依然として、原子力発電所の問題に対する不安が高い、それから再稼働については将来にわたり安全安心が確保されて市民の理解が得られなければ再稼働はありえないと、そうと考えているんです。なお同様の調査をしております近隣の状況というにはありませんけれども、本年度の菊川市では停止しておいた方が良いという項目が 56% という、それから昨年の牧之原市の調査では、停止しておいた方が良いというのは 51% という結果でありますので、お前たちの周辺4市の市民の意見考え方というのは大体 50% が、停止あるいは廃炉という考えだということが、ある意味では明確化されたこういうことだと思います。それから、かっこさんの中東園の総合医療センターの評価について聞いたわけなんですけれども、中東園総合医療センターについて地域の基幹病院としての役割を果たしているか、ということで調査をしました。口頭で回答が、否定的な回答を上回ったものの、10意見において、待ち時間の長さやスタッフの対応等改善のヒントをいろいろいただきましたので、より一層市民の期待に応えるための対応を、中東園総合医療センターの方にしっかり伝えていきたいと、こう思っております。
中核病院としての役割を果たしているというのが思うと、まあ思うというものって、46.6% ということで 50% を切ったわけでありますけれども、これは調査時点が5月の1日から、15日、4日ですかということで、一番苦情がバンバン来ていた時だということもあって、まあ 50% を切ったというふうにも思っております。今調査をすれば、もっとずっと高い、数値になるのではないかと、まあ、そういうふうにも思っております。それから3ページの、括弧4ですけれども、掛川市の地震津波対策アクションプログラムにおいて、まあ、命を守るための家庭のアクションの一つということでありますが、家具の転倒防止対策であります。まあ、これはこの項目を入れたということは、阪神・淡路島等で家具の転倒防止によって亡くなられた人が非常に多かったと、まあ、こういうことでありますので、まず命を守るという観点から家具の転倒防止、この調査をしたところ、まあ、4分の1以上の家庭で、対策が講じられていないと、こういう状況でありますので、まあ、今後、さらにこの家具の固定、100% に近づくような努力を、アクションプログラムの1項目でもなっておりますので、しっかり推進をしていきたいと思います。それから各国を共同のまちづくり、まあ、昨年に引き続いて、共同のまちづくりに関して、調査をいたしましたが、市民の認知度が、まあ、30% とまだ十分ではないというふうに思いました。今年は市区集会の共通テーマにも取り上げておりますので、今後もさらなる周知に努め、まあ、市民主体の共同まちづくりの実現を目指していきたい。でも今現在のところ、自治会との、いろいろ協議についてはもうしっかりやっているんですけれども、一般の人にそれが、広がっていないという、まあ、今回の数字でありましたので、まあ、そういう点についても、市民の多くの人に理解をしていただけるようなさらなる周知に努めていきたいと思います。それから括弧6の、ポートフォリオ分析による、まあ、市民ニーズという調査でありますけれども、市民ニーズの調査では施策の優先度と満足度から、まあ、市民ニーズを捉えて、ということでありますが、そこの表にありますように、グラフの分布において A ゾーンや B ゾーンの施策について、まあ、市民ニーズが高く優先的に実施した方が良い施策と位置づけられておりますので、効果的な施策選択の判断に、これからの政策に反映をしていくというふうに思います。全体の説明は後ほど改めて担当課長の方から報告をしますが、私から5ページの意識調査の結果から見る、まあ、市長就任5年間の総括的なことで若干述べさせていただきます。まあ、一つは施策全体の満足ということでありますが、まあ、私が市長に就任してからの5年間市民意識調査の推移を見ますと、まず施策全体の満足度につきましては、この5年間についてほぼプラスで、まあ、満足度も少しずつ上昇しているというふうになっております。それから年代別の回収率の推移でありますが、若い世代も、
年配世代も、経年でほぼ同様の回収率を維持しておりますが、50代以上の方の回収率が6割を占めているため、まあ、比較的高齢世代の意見が、まあ、この結果に反映しているということで、あります。まあ、20代、の若い方たちの人たちの、まあ、回収率向上にも、しっかり努めていかなければいけないという思いがしております。それから、ポートフォリオ分析の結果でありますが、この5年間で、まあ、特徴的なものでありますが、まずそこにも記載しておりますが、子ども支援の充実施策について、まあ、優先度は継続して高い状況にあるということですが、満足度の上昇が見られた施策でもあるというふうに思います。これまでの取り組みが評価されたものと、まあ、思って受け止めております。それから6ページでありますけれども、まあ、2点目としては高齢者福祉の充実する施策について満足度の上昇が見られた結果となっております。まあ、平成22年10月に、まあ、市内に最初の東北福祉や地域健康医療支援センター、を設置して以来、福祉を中心とした高齢者の総合相談、介護予防などの取り組みが、まあ、市民の皆さん、高齢者の皆さんには、評価されたものと思っております。それから3点目としては、23年の3月11日の東日本大震災以降、防災減災体制の強化、施策に満足度の逆に言うと減少が見られた。大震災の衝撃の中で津波や火災の状況を目の当たりにした市民から、まあ、従前の取り組みでは十分ではないという、まあ、評価をいただいたものと受け止めています。まあ、行政としては、3.11 の後、地震津波の緊急参加年計画を、まあ、47億の予算計上をして実施をしてきておりまして、とりわけ津波の避難タワーの3基の建設とか、小中学校の校舎の耐震化、この前倒しを、まあ、いろいろ実施をしてきましたけれども、まだやっぱり津波地震対策、こういうことで、地震津波のアクションプログラムをしっかり推進していかなければいけない、まあ、そういうふうに思ったということです。それから4点目としては生活道路の整備ということですが、この施策については優先度が上昇をいたしました。市民からより重点的な取り組みを求められていると受け止めております。特に、まあ、通学路の安全確保についての意見が多く寄せられて、おります。住民に身近な道路の整備に取り組む必要がある。まあ、とりわけ昨年の地区集会、一昨年の地区集会においてはこの通学路の安全対策の意見要望が大変多かったと、こういうことがありますので、さらにしっかりした対応をしなければいけないと思う。それから5点目としては公共交通の確保ということであります。交通交通の確保については、まあ、優先度が上昇をいたしました。今後ますます加速する高齢化の進展によりまして、公共交通機関を必要とする市民の増加は予測されるところでありますけれども、この公共交通機関を利用する人は大変の減少によって、バス路線の維持については大変厳しい状況にあります。したがってバス路線の代替交通として福祉バス、あるいはデマンド型の
乗れバスタクシー、新たな交通政策の導入に向け、まあ、共同による取り組みについても重点的に取り組んでいく必要がある、まあ、そういう受け止めをしております。それが6点目でありますけれども、商工業の発展の政策でありますけれども、まあ、優先度順位が高く、満足度が低い政策の一つだということであります。まあ、自由意見の中にも、まあ、これは駅前の商店街が寂しいとか、大型商業店舗が欲しいとか、一定件が多数ありましたことから、駅前の商業店舗の誘致が求められている、新たにそういう認識をしたところでありますが、まあ、長年の懸案でありました市の、まあ、重要施策でもあります、柿川駅の駅前の東海区の再開発が、職員館を組む商業棟が立地されるということに、なり、本格的に指導をしたということで、まあ、市民のこれまでの要望があるいは期待に応えられる施設となるよう、まあ、かけない市行政としてもしっかりこの努力をしていただきたいと思っているというふうに、まあ、あの商工業の発展については、まあ、リーマンショック以来、まあ、経験動向もあって、なかなか商店については、まあ、を含めて、大型店に、お客さんが、まあ、まあ、集中するというようなことで、なかなか大変な状況ではありますけれども、商工会、商工会としっかり連携を取って、さらなる努力をしていきたいと。それから、質の高い医療については、まあ、A ゾーンから B ゾーンへと移行し、満足度が上昇している。これはさっきの新病院の評価と違って、やっぱり、この中等院の総合医療センターの開設に大変期待をしている、まあ、そういうことの表れだなというふうに、市民意識調査については、まあ、いいです。また詳細について方の方から、説明を報告しますが、で次に2つ目 の、 まあ、私 の、 公約の進捗領域ということで、まあ、資料に選んだんですけれども、まあ、1期のと2期と両方一応評価したということで、あります、1期目が74項目で、昨年の、まあ、選挙の前に、2期目の61項目について、マニフェストを作成して、まあ、実施に努めたとこういうことであります、これらについて自己評価を行いました、1期については平成21年とから24年については今後も継続をして取り組んで、いく必要があるということで、自己評価を行いました。第一期の結果についてはそこに示した通り、評価 C 以上の達成度は 89.8 ということで、 C 以上でありますので、まあ、既存の事業で、対応したあるいは一部実施したというものも、達成をしたの中に、入れておりますので、数値が大変高くなっておりますので、まあ、自己評価ということで、お許しをいただきたいと思います。それから2から4ページにかけまして、第1期の詳細を載せてあります。まあ、評価があった項目は12項目に上ります。まあ、詳しくは資料をご覧いただきたいと思います。これは
1ページにまた戻っていただきたいんですけども、25年度より取り組んでおります第2期の評価の結果でありますけれども、マニフェスト通り実施が7項目 11.5%、 それからマニフェストの従い一部実施が29項目 44.5%、 まあ既存事業で対応が23.0% ということになります。それから、まあ、検討中が10項目、それから未着手が1項目で、まあ、これについても ABC までになりますので一応達成度は 82.0% という結果であります。すみませんが、まあ、4ページにですけれども、4ページの課題の第2期の詳細をお伝えしましたが、評価 A の公約通り、まあ、実施をしたということは7項目でございます。その一つは、共同のまちづくりを進めている中で、まあ、重要と考えております3つの日本一のまちづくりのうち、市民活動の分野で、これは協議会が中心となっておりますが、中学校、高校、建築構想への市民の参加、学校と家庭と市民が一体となって、まあ、架け橋の教育の向上に努めると、この、市民の活動が ある意味ではこの構想実現に大変協力を感謝したいということになります。それから2つ目は、市民活動分野で NPO 法人の承認など市民活動の積極的な支援、NPO 法人の認証が掛川市で、認証ができるようになりましたので、まあ、積極的にこれからも認証する NPO を増やしていきたい、まちづくり、共同のまちづくりを担っていただく理事会と一方、まあ、ペーパーコミュニティという位置づけでありますけれども、大変重要な役割を担っていくわけでありますので、まあ、A に評価しましたけれども、さらなる支援を積極的にしていきたい。それから安全安心な街づくりの分野では空き家条例の制定、これは4月1日から施行したのか、ということで、実施をすでにしております。この条例が制定できたことで、まあ、全く放置をして、自らで、改築あるいは、取り壊しをしてくれない人も、この条例ができたことによって、行政がやらなきゃ大失効するというような項目が入りましたので、すでにやってくれたところもありますが、まだかなりの数の空き家、心配される空き家があるようですので、しっかり推進をしていきたい。それから福祉が充実したまちづくりの分野では、若者の就労支援、それから、5番目として、希望の丘の重度心身障害者の通所施設、これは4月1日から常に、スタートをしていただいています。それから教育と文化の重視した松井の分野でも、いつでも関連しますが、中学校、学校の校舎の市内追撃の取り組み、それから、家族団らん、ぬくもりを対戦するというお茶の間線の制定、それから掛川の特典の推進、まあ、この7項目が、まあ、私としては、まあ、実施できたという評価を、自己評価をしております。なお、未着手、まあ、全く手段をつけていないというのが、括弧2にありますように、定住自立権構想、これについては、今のところ、未着手をしておりません。いろいろ国の制度そのものが少し、制約があって、
こういう取り組みをしていきたいわけですけども、なかなか難しいところがあります。それから、周辺の自治体との連携もありますので、まあ、しかし将来にわたっては、こういう考え方のもとに、構想を策定する努力をしていきたいと思います。それから5ページですけれども、マニフェストの第1期と第2期の項目、まあ、どういう関連がということで、参考にしていただきたいと思います。6ページから分かる項目の詳細、こちらも後でご覧いただきたいと思います。私が以上なので、ありますので、ね、市長さんについて、こちらの方から、あたりにございました。上東坂の三人です。私からはですね、市民市長さんの、法務省について、少しご説明させていただきたいと思います。まずは、出展時の議題なんですが、今回の2500人に対して回収が1078名ということで 43.9% でございました。で、先ほど市長も言われましたが、年代別の回収状況ですが、やはり50代、60代が多くて、60歳代の女性が一番多い、次に50歳代の女性、そして60歳の男性ということで、ここが、まあ、1、2、3を占めているという状況でございました。それから、2ページの括弧3を見直したいと思います。住まいを同等でございますが、風が区域の方が 72.6%、 大都区域が 17.4%、 大阪区域が 9.3% ということで、まあ、ほぼ実際の人口割と同じ程度の環境があったということでございます。それから4ページ、5ページをお願いします。4ページが住みやすさ、5ページが浜岡原子活用所についての取りでございますが、昨年ですね、少しご要望いただきまして、全体の割合だけでなくて、性別、年代別、それから住居別と、鍵が大阪の区域別に、集計をしてございます。まあ、これはまた見ていただきたいと思います。それから、6ページが、それぞれ、政策の項目ごとの評価をグラフにしてございます。それでおられました中東への基幹病院の一人役割、これは、右の上の93に、ございます。それから、11ページを、10ページ、11ページをお願いします。ここに、1ページの方に9の20でございますが、幹部の決定の関係、それから11ページの9の23、これが共同のまちづくりを進めているかどうかです。で、これはですね、昨年はこういう問いではなくて、自治基本条例が決定できたばかりで、自治基本条例知ってますかという問いで、関係者の音が知りたいました。まあ、その時は自治基本条例知っている、知っているという答えですが 6.8%、で、名前だけはという人が 34.6%で、知らないということは 65% というような状況でございました。やはりまだ知られていないというところも多いということでございます。14ページからはですね、ポートフォリオの分析でございます。14ページの真ん中はグラフになってますが、今回の優先度の平均値が 0.6 で、満足度は 0.2 になるということで、満足度の方は少しずつ上昇していっているという状況であります。A ゾーンというのが優先度も高く満足度が低いというところでございますが、ここに11項目ありました。
で去年が16項目だったものですから、まあ、5項目減ったということで、まあ、その5項目がそれぞれ、B ゾーンへ、2つ移行し、C ゾーンへ、1つ、から D ゾーンにも、1つと2つというような状況で、満足度の方に、移行しているということが伺われます。それから17ページが、そのポートフォリオの存別の経年の変化でございます。平成23年から26年ということで、ここには4年間の経年の変化をお示しございます。これを見てもやはり映像、平成25年にですね、映像、優先度が高くて安全度が低いというところが多かったんですが、26年になってそれぞれが満足度が高いところへ来ているというところでございます。それから、18、19ページは、これも同じように経年変化でございますが、19ページの方に、各分野の満足度の分布地点を画としてございます。まあ、特に、2段目の環境生活分野、ここがですね、一番、まあ、満足度というか高い評価を得ております。まあ、逆に、都市基盤分野が一番、まあ、満足度が低いという状況でございます。それから22ページ方が自由回答の結果でございます。それをですね、各分野ごとにまとめさせていただきました。まあ、その他総合という8番、23ページの8番目のところがですね、まあ、一番意見が多く169件ということでございました。まあ、政策全般に関わること、それからこの市民調査自体の、まあ、非常にその問題じゃなくて問いが多いというようなことを申し上げましたので、もう少し確認をお願いしたいと思います。から市役所の職員に関すること、それから原子力発電所に関することということで、このここが一番多かったというところでございます。で次に、5番の都市基盤、これが122件ということで2番目に交付、先ほど市長言いましたように生活道路の整備、これについての問い等が多く寄せられたところであります。それから、7番の共同公益業務財政、これが112件ということで3番というような状況でございました。で以下が、それぞれどんな意見があったかということをですね、分野ごとにですね、1つずつ検討したものでございますので、これはまた報道しておいてみたいと思います。それから37ページからが、参考にですね、その調査票のそれぞれ2500送った調査票の中身もございますので、その参考にご覧いただきたいと思います。以上でございます。よろしくお願いします。それでは、3番の報告事項ということで、1点ございます。希望農家運営活動継続に関する協定書締結についてということで、地域医療推進課から説明があります。よろしくお願いします。はい、それでは資料3をご覧ください。希望農家運営活動継続に関する協定書締結式日資料について説明させていただきます。最初に趣旨でありますが、まず寄付金の発生する場所につきましては、希望農家であります。医療法人社団医療係鍵川北病院を運営しています。両和会は現在希望農家に建設中の鍵川東病院及び介護老人保健施設希望農家の屋根を浜松市に本社があるエネジン株式会社が実施する太陽光発電事業に対し地域貢献することを条件に無償で貸し出します。無償貸し出しの理由は、医療法上全量売電事業者への有償貸し付けは不動産賃貸を業として行っているとになりますので不可となっているためです。そして掛川東病院および医療農家は災害時には地元に対し携帯電話の充電等の非常用電源を提供していただけます。エネジン株式会社は両和会の意向を受け、屋根使用料相当額を掛川市に寄付してくださいます。
掛川市は両事業者の意向に沿うため、その寄付金を希望の丘運営活動のための資金とします。つきましては寄付金を受けさせていただくにあたり、適正な処理を行うため、その運用に関し事業者と掛川市の間で協定書の締結を行うものであります。なお太陽光発電施設設置は来年2月以降となり、寄付していただけるのも新年度になる予定です。続きまして協定書の締結式は来週14日月曜日の9時30分からこの町議室で行います。出席者は3人掲げる協定締結事業者である浜松市中区大工町医療法人社団両和会、同じく浜松市中区高林エネジー株式会社2社と掛川市長であります。今後の予定につきましては、掛川市はいただいた寄付金を希望の丘運営活動に資するための資金とします。現在、全く予定でございますけれども、年間10万円程度になるということを聞いております。施設の概要につきましては、現在の予定では、発電出力は約 29.8kW です。年間発電量は 32,375kWh で、一般家庭約9個分に該当します。停電時の非常用電源は 1500W を4口設置予定であります。その他としまして、合わせてエネジー株式会社と掛川市は、環境政策課主催による掛川ストップ温暖化総エネ推進パートナーシップ協定を締結いたします。以上です。次に主な領域等ですが、時系列になっておりますので読み上げます。7番市民総動員会、集中会が7月の22日から10月の30日、全25回開催されます。市内22カ所です。2番、掛川納涼祭りについては、8月の2日から3日、土日です。掛川駅北中心内地で行われます。3番、掛川市南体育館、シスコの体感記念イベントということで、8月の3日、日曜日になります。9時から、の3時30分ということで、掛川市の南体育館、シスコで行います。記載の通りでございます。また取材方、よろしくお願いします。本日の案件は以上でございます。それではここから今月の会員者であります静岡第一テレビさん、静岡新聞さん、司会をよろしくお願いいたします。東京ビルで来ているものですから、今来てらっしゃる方もいらっしゃいますけども、ここから寒いやつを環境日本一の開けていただいて、一回切りない、まあ本当に座り位置が悪いのかもしれない。この辺はね、これは場所によってなんですね。本当に面白い。空調の状況が良くなって。いや、すみません、よろしくお願いします。まずは意識調査ですけども、やはり、今年も発売決めて進みやすいということで、やはり掛川市を、松井市政なんて、特にかなり進みやすさになってるかなというのは、感じると思いますけども。で、原発のそれについて、2のところでありますが、浜岡原発も、いろんな対策を進めたり、再稼働への準備があったり、県道と原子力防災計画、教育計画が進んだりするわけなんですけれども、その中で市民の意識っていうのは、これ見ますと、あまり変わらないような感じがしますけども、現状っていうのは、改めてそれどういうふうにご覧になるんですか。5割を超して、6割に近い人たちが、去年も今年も、原発の再稼働については、否定的といいますか、反対ですよという意思表示であって、安全であれば進めていいよというのは2割程度でありますので、これについてはもう毎回私がこの浜岡の再稼働について申し上げているのは、まず今浜岡原発は停止をしていると
それから1、2号機を廃炉にしようということでありますが、あそこに、まあ、使用済み核燃料が、ポールの中に、あるというような状況であれば、万が一の心配も当然、あるわけでありますので、万が一がないようなそういう安全対策を中部電力にはしっかりとって、もらうと、まあ、そういう指導を国の方もしっかりしてもらうということで、さらに、まあ、これからの、いろんな原発が稼働の申請をし、それに対して国の方が反対していくわけでありますけれども、そういう状況に仮になったとしても、市民の皆さんがそれをしっかり理解をしてもらって、理解をして、まあ、まあいいよっていう言葉が出るかどうか分かりませんけれども、まあ、そういう状況にならない限りはですね、とても再開動はできないという認識には変わりがないと。ですからこの50数パーセントという数字でありますので、加減症としてはこれをしっかりやっぱり尊重すべき数字だと、こういうふうに思っております。まあ、州の立場からといいますかですね、まあ、はい、中電がやるべきだったり国がやるべきとか、はい、まあ、いろいろと立場によってあると思うんですけども、はい、まあ、どうしたらこの数字が変わってくる、まあ、いろいろと、まあ、想定の中ではですね、そういうことがあればこの数字が変わっていく可能性があるという感じですか。今の段階では多分変わらないと。で、やっぱり万が一なんかがあったときに、きちっと避難できるということが、確立できれば、ある意味ではある程度の人が安全であれば、まあ、再稼働もというところに、少しずつ増えていく可能性はありますけれども、この、何かあった時に、確実に、この30キロ圏内の、まあ、80数万人の人たちが、まあ、速やかに避難できるかというと、まあ、前に申し上げましたけれども、不可能ではないかと、不可能ではないかと、まあ、そうは言っても、ローカル機械でも 不可能でその何もしないっていうのは柿山市民の生命と財産を守る主張として、まあ、失格とは言いませんでしたけれども、ですから何らかの形でやっぱり避難計画を作りますけれども、私としては、少なくとも要素材をどう配布するのかということと、スクリーニングをどうするのかというようなことを考えると、現実的に掛川市独自で避難計画はなかなか、ですか、避難計画を作ったとしてもその時には、要素材配布とかスクリーニングは除外して、そういう状況の中でどう避難できるかというような計画しか今の段階では避難計画を作れないというふうに。で、この計画においてもやっぱり、県がどういう形で、段階的に避難を させると、避難をしていくということがある程度明確にならないと。今5キロ圏内の人が先にもう避難するよというようなことで、あとは段階的にということですけれども、川内村話がありますけど、川内村と富岡町を視察した時の、その状況を
聞いたときに、やっぱりもう、福島原発が心配だっていう情報が流れた段階でも、友岡町の人たちはもうどん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 北に車で避難するというようなことが起こったということで、まあその時にあの、体の不自由な人たちは、まあ、カウチもらえる遠いところに行けないということは、その施設がに体の人たちはその移動してもらったというようなこともありました。そういう意味では災害やの弱者、体の不自由な人、高齢者、いろんなことを考えると、やっぱりこれだけの人口集積がある三陸沖にあるところでの避難計画というのは、まあ、現実的になかなか計画を作るのは難しいというふうに、本当にしっかり逃げられるということが提案できれば、ある程度やっぱり数字はそれならという人たちも増えてくるのではないかなと思いますが、まあ、そういう努力をしなきゃいかんということで、6月期間でも早く原発の災害の避難計画を市でも作るという、質問の中で、提案もいただきましたので、まあ、努力をしなきゃいかんと思います。正直難しいというふうに、ちょっと疑問としたんですけども、うん、まあ、要素材配布とスクリーニング、うん、まあ、これなかなかまあ難しいと、うん、除外して先に先行して市の独自計画を作るお考えがあるということですか。そうですね、そうしたいというふうに思ってます。それが解決できなければ、私は加計市の避難計画はもう今のその要素材の配布も、たとえその事前に配布したとしても、まあ服用するときに医師のチェックが必要だということですので、そんなことを、それからスクリーニングも避難先に迷惑をかけてはいけないということで、一人こう、放射能の影響がどうなってるかとチェックするっていう、そんなことをどのくらい時間がかかるかっていう想定ができませんので、そこはもう除外して、もし何かあった時にこの、30キロ圏内から外に出る時に、まあいろいろ国の方、県の方もそれぞれの地域がどこの県にという部分を今検討してますけれども、掛け橋も、まあ、そういう時にお願いするのは姉妹都市のとかお茶の関係とか環境の関係とかも、ない人もそういう協定を結んでますので、まあ、そういう形で当面、今年度中に、それを策定したいということで今作業を進めておりますが、今申し上げたように要素材の配布、服用と、それとスクリーニングということについて、それを11万5000人がチェックを受けて外に出るなんていうのは、今の段階ではなかなか避難計画、まあ10日も半年もかけて避難するというなら可能でしょうけど、可能な限りの短時間でっていうと、ですから原発災害が仮に万万が一あったときに、災害弱者の人たちをどういうふうに、よそに三陸県外に、避難をしてもらう、あれをさせるかというようなことを中心にですね、掛け橋としての計画、これを策定をしていきたいと、まあ、これだけでもやっぱり
まあ、24時間306人ずっと原発のことを考えて心配だっていう人はいないんですけど、何かの時にポッと不安になるということがありますので、そういう時には、まあ、その2つを除外してもどっか避難できますよという計画はですね、これは作るなければいけない、まあ、繰り返しになりますけれども、この6月議会でも議会議員の方からそういう提案もありましたので、これはそういうことでちゃんとしていきたいと、今年中にしていきたい、そうすれば少しは、少しは安心感が、まあ 100% 安全だよっていう確約と、それとそういう避難計画ができれば、少しは数字は変わるかもしれないというふうに思いますが、なかなか要するにスクリーニングと、まあ、除外するということですけども、こういった県をこう段階、まあ、避難を考えて想定して県を作ってると思うんですけども、それとも別に、まあ、市の計画を作られるということですか。しっかりした策定過程でそういう県の計画的なものが途中経過として入ってくれば、そういうのは神を、しかし先ほど言ったように、段階的っていうのは5キロ圏内が先に移動して全く渋滞をしないような、多分そういうことだと思います。でそれを待って、次のところがっていう、まあ、日本人は、非常に整然と行動するっていうふうに言われてますけれども、先ほど言ったように、福島の時のことを聞くと、まあ一目散にっていうことが、そういう啓発がしっかりできて、まあ段階的だから、まあ、5キロ圏内の人たちが避難して、その後、10キロ圏内の人が避難して、その後20キロ圏内が避難してっていう段階で言ったら、そういう意味だというふうに理解をしてますけれど、掛川市内の中でも 10キロの境界線を引いた時に10キロの内側と外側の人がそこまで待っていられるかっていうと、今のですと、まあその、まあ、何か事故発生した、まあ、重大な事故発生したと同時に、まあ、市民全体が、まあ、一斉にといいますか、市民に対して避難を呼びかける、一斉に全市的に避難を呼びかける、そういう計画になるということですか。今想定していますのは、まだしっかり担当部局と詰めた話はしていませんけれども、またやっぱり いずれの災害においても、体の不自由な人、ある意味は動けない人、私はいろんな災害でも、例えば地震においても水害においても、すぐ避難する必要はないというですね、うちがしっかりしていれば、うちの中で、避難しなくてもですね、大丈夫のような、まあ、1週間水も食料も確保してくださいよというお願いもしてますし、ですから必ずしも外に避難するという必要はない。原発の場合はそれもお家の中で、にいれば ある程度安心だよっていうことも言われてますけれども、だからそういう意味で災害弱者の人をいかに優先的に、まあ、避難をすることができるかという、やっぱり計画を作っていくと、他の災害ではその自宅で、外に避難しなくても自宅にいればいいという状況ですけれども、原発の場合それが果たしてできるかどうか、
というとなかなか難しいということになると、そういう障害のある人たちをどういう形で避難させるしてもらうか、それから施設にいるあの、富岡の施設に入っている人があの施設以外には移すってことはできませんので、あの川内村とか郡山の方にあの施設契約をして、施設の人はそこの施設と契約して当面あの避難生活を送ってもらうというような、そういう形のことを計画にしっかり盛り込んだものを作っていかなければいけないというふうに、なかなかあの難しい面がありますけれども、それはやっぱり命を守る、それが行政の責務、最大の責務だと思いますので、そういう計画をしっかり進めていきたいと。この件に関して各市いかがですか。今の先生の市長の話を伺って、まあ、それを踏まえてた話ですけども、まずこの原発に一生する中での原発の項目の認知調査ですか。あの分析すると、まあ、依然として原発この2年なんだけども、対する不安の高が高いと、これは分析できるもんですね。その将来にわたり安心安全という部分は、市長のコメントとして捉えてよろしいですか。これあ、これ文言ですか、はい、あ、そうですね。市民の中に、だから市民としてはこういう6割近い数値が出てきている中で、市長としてはこういうドライブで、そうですね、まあ、要するに、私自身、安心安全ということで、直前力を、まあ、国もある意味の関与をしますけれども、まあ、そういう中でもやっぱり市民はそう思ってない、まあ、それに踏まえて今の話になってくるんだけども、なかなか簡単な現状ではないと。それであのこの前知事の方が、再稼働に関しては、まあ、ちょっとすぐ先がないような、まあ、すぐ近い話ではないんだけども、まあ、あのこの原発の対策工事が終わった来年の9月、ないしは中部電力が目指している16年の1月以降だと思うんだけども、5キロ圏内、30キロ圏内がもっと広く、県民全体の意見を聞くべきだという意見の、お話をしてますけども、市長の市としても確かあの住民の声を聞く必要があるというような市長ご判断だと思ったら、具体的にそういった住民投票とかなんかは具体化されてるんでしょうか。具体的にその住民投票をやるとかやらないとかっていうことについては今やりますよと、それやりませんということを述べる状況ではないと思います。で、いろいろあの多分あの県が意見を求められたときに当然、周辺の市町にも意見を求めてくると思います。あ、まあ、住民県民投票やるは別としてね。でそれが従来は多分4市だったのが今度は30県内出すともっと赤になるかも分かりませんが、そういう時に、掛け合わせとしての意思を明確にしなければならないという時に、まあ掛け合わせの意思が市民とまた掛け合わせた時にあるというようなことが想定をされれば、私の方から住民投票をやる、あるいは市民の方から住民投票をやるという話が出てくるかもしれませんけれども、まあ そこにそんな、そのないとすれば別にその必要はないわけ。これは議会ももちろん関係を。
ていきますけれども、会の市民も、まあ、萩ヶ市行政としての考え方と全然かけ離れておれば、まあ、住民投票条例を作りまして、作りましたので、議会は議会独自で、住民投票の発言実施ができるような市民も、まあ、常設型のものにしましたので、まあ、そういうことで住民投票に向かうという可能性はあると思いますが、ただ全くそのこういう市民の意向と行政の機会も一旦その方針的なところで違いなければ聞く必要もないと思ってますけど、話もう一回その話前に戻りますけども、この市長さんの中の2番ですね、将来にわたって安全安心が確保され市民の理解がうんぬんでございますけども、この安心安全というのは今中電力がやって、当然国がそれなりに規制庁が判断すると思うんですけども、それを見た上で、ということで今の段階はこういう段階だけども、今後やっぱり変わりうるみたいな、もっと判断しなきゃいけない材料は今後入れてか手に入れてか、独自にですね、科学的ないろんなそういうものを海外行政がいろんな人の専門家の意見を集めて、意見を行っていうことはなかなかできにくいということでありますので、まあ国のそういう方針ができた時にですね、出た時においてもやはり、関係者行政として、少しでも疑義があればですね、逆にそういう専門家の方に、意見を聞くということはあり得る話、と言いますのも、全く 3.11 が起こる前は正直、安全で安全神話を全く私自身もいや事故はないというふうな想定でいましたので、プルサーマルでしたか、あの時にも今回は そうでないよという前提でやっぱり、考えていかなきゃいかんということでありますので、まあ、国がこういう方針を出したから、それを掛け合わせの行政も 100% おっしゃる通りですという思いはしておりません。それは前の安全神話を、まあ、ただ我々としてそれを出したことをいろんな技術的にどうここが違うじゃないかこうだっていう能力はありませんので、ある意味では従わざるを得ない部分もありますけれども、でそれを今度担保するためにやっぱり市民がそういう国が判断したことを国自身があるような市民に説明をして、しっかり説明して市民が理解をしたということがない限りには掛け合わせとしての、まあ撮影ですよというわけにはいけない。 だから私がまあ、もちろん行政もいろんな技術的なことで、まあ、先方があればこういう疑問点については聞くということもある意味ではやらなきゃいかんこともあるかもしれないけど、いずれにしろ国が判断したらその判断したことを掛川市民に国がしっかり説明してもらう、それで市民が理解してもらえないとい う, いやそうした意味で間もなく入国したから仙台原発が一応実質的な合格証が出るというような流れになってますけど、これも注目されてますか。そうですね、もちろん。ただ避難計画とかいろいろな観点で考えますと、それは少し
ちがみんなあると。私はあくまでも避難計画がしっかりできて、万万が一あった時にこの掛川の11万5000人の生命を守るという観点からしっかりした避難計画ができればですね、さっき言ったように少しこの数字も変わってくる可能性がある。しかし、まあ、それはなかなか難しい。それは市長がご指摘になった通りに市だけではない話で、周辺その原発周辺の間がみんな一斉に逃げていきますときには、ここだけがそれだけの特殊の避難計画を持てるというのはなかなか難しいです、ね、ただ それでも議会での質問ではそれでもやっぱり作るべきだと、いや、おっしゃる通りです。私は常に行政の最大の責務は掛川市民の生命を守るということだと。ですから地震津波に対しても死者800人をゼロにする、そういう計画を作って推進をしていきたいということがありますので、そういう観点でいきますと、やっぱり、国とか県が示さなきゃ全く動けませんよ、あるいは計画策定に進みませんよということでは、市民の、まあ、安心感はやっぱり、あるいは信頼感はいわれない、まあ、賭けが要請ひょっとかしたら無駄になるかもしれませんかもしれませんけれども、やっぱり賭けが市行政のやっぱり姿勢をしっかり、示して、いくということが重要だと。すみません、それにちょっと関連して、その市民が、将来にわたり安心安全が確保されたなって思う判断基準はどんなところで判断されているんでしょうか。だから何回も申し上げているように、多分国が判断を示しますよね、はい、します。それを受けて、まあ、我々行政として、いや、ここがおかしいのではないかっていう部分が仮にあるとすれば、これは、まあ、ある手法としては、まあ、専門家の意見を聞きながら国にそういうことを言っていかないかと思います、ただそこまで その我々 この原発の技術的な分野での技術力といいますか、判断できる能力は持ち合わせておりませんので、出た段階でそれを市民にしっかり説明してもらう。で、ある意味では市民が理解してもらう。だから ある意味では行政の判断能力を、まあ、市民の皆さんに お聞きをするというか、市民の皆さんの考え方を踏まえての上で、まあ、判断してくるということだというふうに。お聞きするというのは具体的に安心安全、いや、まあ、既に申請が上がってますので、はいはい、それに対して国の方がもし OK を出すときには、まあ、こういう点で心配ないかな、まあ、こういうことで、妥当と認めるっていうのは出るはずですから、出た時に、まあ県の方が多分地元の意向はどうだっていうふうな要請が出てくると思いますね。別の点でお伺いしたいと思いますが、この機械アンケートのことなんですけども、まあ、この資料1の最後の商工業発展のところで、やはりこれが一番市民の高いけども満足度が低いというようなことで、東海岸のことが触れてありますけども、
まあ、調査の中でも常に回答が、まあ、この出身地愛知が魅力的な場所ですかというのに対して8割以上は常に否定的な意見なんですということですけども、まあ、この東海区の再開発への、まあ、ここは期待するということになってますけども、なんか市として、それに魅力を増してですね、出身地愛知の魅力をこう作っていくという中で何かこう考えっていうのはありますか？まあ、期待をしているという言い方はちょっとまあ、ある意味ではその行政と距離を置くというような感じに言われておりますが、これはまあ、この再開発事業そのものが市政公ではないということもありますし、この八坂区議は株式会社が、地権者で作る株式会社がこれから運営していくというようなこともありますので、そういう意味で、期待をという言い方が、これはもうある意味では、まあ、一緒になってこの、再開発事業がしっかり、成功していくというようなことについては、まあ、ある意味では一緒になってやっている、そういう意味でこれまでいろいろ案が出てきましたけれども、まあ、最終的に、まあ、職員関というような、まあ、掛川の地場産業を中心に、まあ、周辺のところの、物産も多分そこで、販売提供するように、なろうと思いますが、いろんな意味で、そういう時の協力をですね、しっかりこの進めていかなければいけない。それからマンションとこの、商業施設の間に少し、広場的なスペースを設けますので、そこにもいろんな集客が人が集まるような、そういうことについてもですね、まあ、一緒になって検討していかなければいけない、多分そこのスペース、それほどお金をかけるというふうに思ってないけど、人が集まるようなそういう工夫も市としてもしていかなければというふうに思っていますし、まあ、スマートシティというようなことも、これまで町づくりの中では竹谷市の方針を出しておりますので、まあ、そういう対応公的なものが、まあ、上は駐車場にするということで、まあ、東側の駐車場もこれは松津会社が再開発の方から譲り受けて、まあ、実施するという今計画になっておりますので、まあ、そういう時に、例えば電気自動車のような、あるいは、シニア化の、あれは充電する戦略ってないですけど、そういうのの利用がしっかりできるような、そういう工夫もですね、取れる。それから、まあ、すぐ取り組むのはいいんですけども、なかなかもう財政的にも難しいところもありますけれども、さらなる再開発の施設の、まあ、ところが、今よりもっとバリアフリー化をして、今言った戦略化のようなものがしっかり
ような、そういう町づくりもですね、合わせて、これから検討し進めていきたいというふうに、いずれにしろ、ここがまず掛川市の駅前の顔の一つであるということで、これから、西街区についてもありますし、まあ、いろんな形で、中心近い市の活性化を図るような計画策定も改めてしておりますけど、まあ、一つのスタートの、まあ、拠点として市もしっかり一緒になってやっぱり推進をしていかなきゃいけないと、こういうふうに思っております。で、まあ、街中に割合ともいろんな生鮮食品を販売するところが撤退、西町というところでちょっと西なんですけど、そこのスーパーも撤退して、高齢者が遠くまで買い物に行かなければいけないっていうようなこともありますので、まあ、そういうこともある意味では対応できるようなですね、そういう意味では食品価格というものが、市街地に住まれている、まあ、高齢化率が一番高いっていうのは払い済みに過ぎ高いということですので、それらに対応するということも一方で必要だというふうに思ってますし、これをやっぱり、中心市街地がこれから本当に、活性化していくという一つの拠点にもしなきゃいけないとこう思ってますので、まあしっかり連携して推進をして、駅前の商店街が寂しいと言われないようにしたいと、まあ、そういうのです。もう一点、まあ、マニフェストの方でお聞きしたいんですけども、はい、この 80% で脱却されているということなんですけども、で、まあ、リクエルに多少マニフェストを変えられて、まあ、絞り込んでいきますか、そうなっているわけなんですけども、まあ、一点、1期目の時にやってな、2期目の時になくなってしまったんですが、野球場などスポーツ環境整備という項目があるんですけども、これ、まあ、2期目のマニフェストからは外れてはいるんですけども、まあ、各駅でこれ高校野球も始まりますけども、はい、憩いの広場全体 の、ね、この計画については何かお考えは。まあ、球場についてはですね、当初照明、施設を整備するということで6億円、大体 6億円だということで、これについては、まあこれも市民という、共同という考えですけれども、市民のから3億円集めていただければ、もう市も農学部も、3億円を税金から出すなと、まあ、そういうその市民の盛り上がりがやっぱり大変厳しい財政状況の中では優先的に支出するには、まあ、必要だという考えも多分あって、これ前の市長さんがお組になった話ですので、私はそれを踏襲して、で一応1億円は基金に税金を積み立てましたが、あとの市民からのご寄付がまだなかなか、集まって、今いくら大体市民寄付は純粋な社会系の川町ですよ、よろしくお願いします。純粋な寄付は約250万ですから、
鍵会社いろんなところで寄付をいただく仕事をやってるんですから、なかなか、球場まで、その熱意が伝わって、いないと。で、いろいろ球場自体が少しやっぱり年月が経ってますので、芝生の状況が良くなかったり、いろいろな、修繕的なですね、これについてはもちろん行政が管理者でもありますので、対応をしなければいけないということで、今年度も2000万ぐらいで芝生を少し手直しをすると、いろんな修繕的なものは出してますけども、大きく抜本的にっていうことは、従来から証明をということでありましたので、お金が、集まる状況を見ながらですね、進めていきたいと思っていますが、今の現状ですとなかなか集まりが大変ではないかなというふうにも思っています。で、そういう意味で、改めて、あそこ全体を少し憩いの広場全体をですね、どういうふうに活用をして、これも本当に公園、スポーツ公園だから市行政が全部仕様を作って、管理者にお願いするというようなことでなくですね、やっぱりああいうところを民間のそういうそのいろいろノウハウを持っているようなところが独自の提案をですね、これまで指定管理者にお願いするにあたっても当然こちらの仕様があったんですね。こういうことでやってくださいって、それについて知恵と料金をこうしますかっていうところは強かったんですけれども、やっぱりそうじゃなくて民間の方が本当にあれだけの施設とを活用して、ある意味では経営として成り立っていくような、そういう工夫の知恵ができていけば、民間の人が球場を直してくれるっていうことでもなれば非常にいいですけれども、やっぱりプロ野球が来れないっていうその不満もすごく、両翼が92メートルですよ、狭いということで、100メートルぐらいに。で、草薙球場が非常に直して、プロ野球が頻繁に来るようになりましたよね。あの球場を直して広くやっぱりしたんですよね。そういう意味で、そういうことについても、今すぐ結論が出ませんけれども、少し給付金の状況を踏まえて改めて、少し考え方を整理を しなければ、給付が集まらないからということだけで、引き伸ばしていくということも行政として、行政の施設でありますので、管理をしているわけですので、そういうことも検討しなきゃいけない。ちょっとお答えが抽象論で申し訳ありませんけれども、新聞記事を見まして改めてそういうふうに思った時代でありますが、鍵屋城なんかも、そこ変えたわけですけども、そういう指定管理、はい、視野に入れながら検討していくという。そうですね、南さんっていうですね、後で配って、
掛川城のその指定管理の手法について評価をしてくれているのがあるんですけれども、まあこれまでの時代の指定管理の在り方とも基本的に違うということで、まあ記事を書いてくれてるんですけどね。改めて私が指定管理について、文化財であっても、いろいろやっぱり多くの人がその文化財を掛川市に含めてみんな見てもらう、見てくれ、あるいは利用してもらう、まあ、そういうこともない限り、文化財をそのずっと守り続けている価値は十分ではないということが一つ、それからもう一つは、フランスのパリとかいろんなところのそのもうルーブルにしろ、いろんな、昔からの宮殿にしろ、みんな利用をしてもらって見てもらって、それで維持管理と修復修繕、こういうものを捻出をしてくる、それは観光政策の一環でももちろんありますけれども、そういう形で、これからいろんな文化財含めて施設を守っていく以外、もう事態が今のような状況であれば多分やっていけないということもありますので、まあ、そういう手法も含めて憩いの広場についてもですね、検討を進めていく必要があるというふうに思っております。例えば、後楽園にしろまた民間のと行政がその、まあ、やらなければいけなかったことは、民間の人が参入して こなくてやれなかったということがあって、行政が税金でもっていろんなことをやりましたよということも、行政が管理運営をやっていた中にはあったんですけれども、民間が参入してくるということになると、一定の条件で文化財をきちっと守りますよと、そういうことがきちっとできれば、民間の力を借りてこれからやっていくということの方が、そういう資産をしっかり、活用して、それを市民の皆さんに、提供できるということにつながっていくというふうに思ってますので、従来のいろいろな考え方は少し変えていく、まあ、そういう一環の中で憩いの広場もですね、そういう観点から考えて、まあ、これも総務計画をこれから作っていきますので、まあ、そういう中にしっかり位置づけをしていきたい。なんか民間の皆さんにやっていただくっていうことになると、なんとなく行政の責任を放棄したっていうように取られて、非常にお叱りの意見が多いですけれども、そうではなくて、これを維持守っていく、20年30年あるいは50年100年守っていくには、行政がずっとそれを税金でもって維持していくことはなかなか、まあ、そういう意味では公共施設の関係のマネジメントももういろんな形で見直しが今求められています。高度成長の時に行政が税金でいろんなできた時代と、まあ、で優先順位で、一番高いというところに位置づけるのはやっぱり社会保障
の負担とか、これはもう行政がやらなければいけない話ですので、まあ、そういうところに重点シフトしていくと、やっぱりいろんな面で安心安全とか、まあ、生活とかっていうことがすると、少し行政側のニーズとしては低くなる。だからそれはやっぱり維持管理していくっていうには、市民の知恵と力、民間の財力、そういうものを生かして、これから将来にわたって守っていけるというような状況にしていきたいと、こういうふうに思っております。ですから市民共同のまちづくりも、まあ、ある意味では市民の皆さんが協力してもらって、今の行政がこれまで、行政単独で、になった部分も、まあ、一緒になって、これは企業も市民の一人ですから、まあ、そういう形で、進めていくことが大切だなというふうに、いずれにしろ総合計画を見直しますので、その時にしっかり、改めて、で今度総合計画も、まあ、少しはコンサルとかそういうのお手伝いの、まあ、いただきますけども、基本的にはもう、職員で作っていきたいと、政策アドバイザーの意見を聞いたり、いろんなこと、まあ、もちろんしますけれども、コンサルに丸投げ、従来総合計画は大体丸投げで作ってきましたけども、それをもうやめて、職員の知恵を十分生かして、でそういうことでないと、もう基礎自治体が本当に消滅の可能性の都市っていう、あれは人口問題を出して、その切り口で言いましたけれども、実際のもう税収等々を考えると、それと行政ニーズがどんどん違う方向で高まっていくというと、いろんなことを、まあ、同時に考えていかなきゃいけないと、こういうふうに思います。台風について、はい、思ったよりも発達しないで台風が来てると思います。はい、多分掛川も土砂災害相当心配されて、はいはい、山間地区あると思うんですけども、はい、現状での、その対策、今の状態はどういう対策を取ってらっしゃいますか。まあ、今ですね、当然市の中にですね、事前配備とかですね、そういった基準があります。その基準に基づいてやるんですけど、今回の場合はですね、特別警報が向こうの方に出たということで、当然うちの部と都市建設部などと事前の協議は先日、昨日の段階でもうしてあります。で今後はですね、あとは配備基準になりますので、ただ今度は警報ではなくて台風ですので、まあ、進路が決まっているし時間も決まっていますので、まあ、夕方から事前配備をと、重要なところについては都市建設部、危機管理部、それからについてはですね、事前配備に残っているというような対応になると思います。であとはですね、避難勧告等の基準もありますので、それに基づいて避難所開設をしながらですね、していくということになっていきます。特別警報が出ても特別な通常のそうした議論と流れとしては変わらないということですか。今回の台風についてはですね、特別警報は当然沖縄と石垣が一番の方だけでしたけど、こちらの方に今の台風の状況では今990くらいになるということで、まあ、ただ雨の心配が随分ね、一部そのことは大雨に関するそのあれ、また特別警報も出ないとも限らない。それは常時ですね、気象台の予報官と常時連絡を取りながらですね、各会社の情報を聞きながらですね、進めていきたいと思います。昨日の静岡市長の打ち合わせからで出席されるそういう打ち合わせは出てませんが、こちらまでその情報が早く送るということが一つで、もう一つはですね、ホットラインがありますので、まあ、何時間ごとにですね、予報官の情報を聞くということはしてます。
低い情報の方を、まあ、こういうふうに避難勧告、避難指示出したとか、解説したとか、またよろしくお願いします。はい、そうです。まあ、警報が出れば、もう、市役所に、職員の待機をしますので、しっかりした情報収集で、報道機関にですね、逐一、ファックス等で、お知らせをしていきたいと思います。さあ、土砂災害の危険箇所。ものすごい1000箇所ぐらい、はい、市内では全部で1002箇所一番多いだ。まあ、これは全て指定がしてあるわけじゃなくて、危険区域が指定してるのが、指定してるのが今700くらい、はい、ですが、そこの人たち、周辺の何かの人たちにも、避難の計画があったり作ってもらって、で従来ですと避難計画というと住む公会堂だどっかだっていう位置づけだったんですけれども、もう土砂災害の時夜中で雨降ってて避難勧告を出しても歩いていけない、だからその時にはその心配のエリアから離れたその地区の住んでる方の家にも避難をさせてもらうっていうようなですね、そういうことをしないと、もう公会堂まで来る間に500メートルとか1キロだなんて、その二次災害が起こっちゃうっていう可能性もありますので、そういうことも今周知してて、そうです。で、これは公共施設のマネジメントっていうことで、豊田大学の南さん、一回防災リーダー講座で講演をしてもらった方が、まあ、市の方から少し資料提供してこういう形でまとめていただきました。ただこういうその、民間の発想がダメだっていう人も中にはもちろんおりますけれども、まあ、こういう考え方で、まあ、文化財そのものをしっかり持っていくということにつなげていきたいという意味もあるということですので、またご一読いただければと思います。ありがとうございました。それでは議会の定期者会議につきまして、来日は8月8日金曜日を予定しておりますのでよろしくお願いします。以上をもちまして、7月の定例記者会見を閉会します。それではありがとうございました。どうもありがとうございました。